MC、も入れと,きっと話せばわかるプロジェクト 9! あ、そうですか。お k でした。はい、はい。はい。えー、皆さんこんばんは。パーソナリティの上拓也です。この番組は映像制作団体プロジェクトナインが毎回深夜テンションでお送りするフリーダムなトークバラエティです。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkosa.jp

ツイッターも連動しておりますので、ぜひたくさんつぶやいてください。はい、えー、また今週も私、上卓屋が1時間お付き合いいたします。皆さん、1時間どうぞお楽しみください。はいえー、というわけでですね、えー、前半の前半といいますか、オープニングの1曲をかける前に、ちょっとしたお話をしたいと思いまして、はいえー、私がよく食べておりました、まあ、ピザポテトっていう、 まあポテトチップがあるんですけれどもそれがですねまあちょっと販売をまあ一旦休止にするっていうことでまあ休むってことですねということですごい大変ショックなニュースを聞いたんですけれどもこのピザポテトっていうのはえ私上宅屋も大変思い出がございましてえ私が中学か高校の時に盲腸をちょっと痛めたことがありましてその時に 脂っこいものとかそういった唐揚げとかそういったものはもう一切医者から禁止されていてお粥とかそういった お腹に優しいものしか本当に食べられなかったんですけれども、本当にその盲腸が、盲腸の病気がちょっと治った時に初めて食べたのがポテトチップのピザポテトということで、本当にピザポテトっていうのは、私の本当に小さい時から支えた、本当に大切な大切な食べ物でもあります。で、まあ、いっても販売が終了するとか、販売が中止になったというわけではないので、またいつか復活すると思いますので、またいつか復活し始めたら、また食べてるかもわからないです。はい,という というわけで前半オープニングの1曲を書きたいいと思いますはい「でですすねね前半オープニングの1曲はですね雨に歌たい場」を書きかけたいと思うんですけれどもまあ最近ちょっとまあ雨が結構ひどいなと思ったら天気予報では雨かなと思ったらやんだり普通に晴れていたりとかまあそういったことも続いてるんですけれどもまあ本当に天気予報というのは当てにならないですよね。はいというわけでオープニングの1曲で「雨に歌たい場」です。どうぞ。 25分ぐらいに前半の曲を流す、うん <laughs> ツ。ツイキャス一が来てるけど、最後に読もうね、あのエンディングに <Okay. S 1>、うん。エンディングに読もうね。あ、来てる来てる見、見てる見えてる見えてる。 ただ CM が流れております。 10秒前54321話せばわかるプロジェクト 9FM コザから生放送でお送りします。はい、えー、私上竹屋が 今週も1時間お付き合いしま私がですね、えー、この話せば分かるプロジェクト内に登場しますと、えー、ひたすら映画についてお話をします。えへえー、というわけで、私、今週は1時間ずっとおりますので、今週は、えー、今週はっていうか、まあ、今週もですね、はいえー、今週も1時間映画についてひたすらお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はいえー、というわけで、今週お話ししたい映画がですね、はいえー、これはもう多分もう皆さんご存知の映画だと思います。 トレインスポッティングっていう映画についてお話ししたいと思います。はいえー、このトレインスポッティングのお話をする前にです、ね、ちょっといろいろとお話ししたいと思うんですけれども、き、はいえー、今日もです、ねえー、番組でいつもエエエ DJ をしてくれさいます、えー、ガッチーと一緒にいろいろと話を聞いていきたいと思います。ガッチーさん、えー早、早速質問なんですけれども、このトレインスポッティングっていう映画はご存知ですか まず名前すら聞いたことないです。はい、もしかして今日初めて聞いたということですかね。はい。<laughs> そうですか。というわけでガッティンにトレインスポッティングという映画についていろいろとお話ししていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします、はい。このトレインスポッティングっていう映画は1996年のまあイギリスの映画ですね。うん、主演はユアンマクレがユエンブレムラ、ロバートカエライルっていう俳優が出演しておりまして監督はですね後に ロンドンオリンピックと開会式の演出を担当することになります。ダニー・ボイルっていう人が監督を務めております。はい、これはどういったお話なのかと言いますと、うん、スコットランドで暮らすドラッグ漬けの毎日を送るまあダメな若者たちの物語です。はい、<ー>このあらすじを聞いただけでガチーさんどう思いますかね？なんかとりあえず暴力的な映画なのかなっていう。 ふうにちょっと感じますね。はい、そうです。暴力的な映画でございます。はい。もう <laughs> <laughs> まさにその通りです。暴力的ですし、まあ、汚いし、グロテスクなシーン満載の映画なんですけれども、まこの映画が1996年に劇場公開されると本当に。 大ヒットを記録して、もう社会現象今でになったそうなんですよね。<laughs> 本当に社会現象になって、この映画の真似をファッションとか、音楽とか。書かれてくる音楽とかの、ま、真似をする人たちが、なんか大体増えてきて。もう本当に若者の中で、すごいブームになった映画だそうなんですよ、ね。だから、本当に、今、40代とか、大体そのぐらいの人たちっていうのは、トレイスポッティングのことを知ってる。人っていうのは、結構多いかと思います。はい。もうトレイスポッティング、実はですね、私もですね、あの。 前勤めていた会社の上司の方があるんですけれどもその上司の方っていうのはイギリスに留学したことがあるそうなんですよね、はい、でそのイギリスを留学するきっかけになったっていうのがこのトレイスポッティングを見たからだそうなんですよね<ー>、はい、トレイスポッティングを見て衝撃を受けてイギリス行きたいって本当にイギリスに行きたくなるような映画なのかなって思うわけじゃないですか要するに観光映画的な側面があるのではないかみたいな それはやっぱり思いますよねところがこの映画っていうのは先ほど言いましたように汚い映画ですからこれを見てイギリスに行きたくなるのかって思うわけなんですよ <laughs> 思うわけなんですけれども映像がすごいポップですごいユニークでスピーディーな編集とかカメラワークがあるものですからなんんか見ていワワクワクするんでするでよね<ー>、はい、だからそういう気持ちになるような映画なのかもしれないですね。 で今週トレイスポッティング」についていろいろお話ししたいと思うんですけれども、はい、せっかくなんで今日は「ですねあのトレイスポッティング」ネタバレなしでも全開でえネタバレ満載でお放送したいと思いますので <laughs> 本当にこの映画を見ていないという方は今すぐこのラジオを切っていただいても構いません。はい、というわけで「トレイスポッティング」についていろいろと語っていきたいと思うんですけども「まあ、このトレイスポッティング」っていう映画は本当に自分が最初に。 私が見たとこは確か高校生かそれくらいだったと思うんですけれども、まあ、この映画 R してるなもんですからあの中学生の時は見れないわけですよだから見たくても見たくてもこう中学を卒業するまで見れないからもうずっと我慢したんですよね我慢して高校になってようやく見たんですけれども <laughs> まあ面白いまあ面白いし下品だしみたいな <laughs> なんだこの映画はみたいなっていう感覚になったわけですよあ<ー>まあ 冒頭がすごいんですよね。冒頭がいきなりあのこの主人公まあジョー・マクレガーが演じているこのレントンっていうんですけれども、はい、このレントンっていうキャラクターがえひたすら走ってるオープニングから始まるんですよね。<laughs> で何から逃げている中かというともう当然警察からですよね。<laughs> で警察からずっと逃げていって、で、告何をするか、次の週が何かってやったら、いきなりなんかサッカーしてる場面からしません、ね。え、一気に場面変わりすぎないす。いきなり場面が変わって、サッカーしてるんですよね。で、その時に、いろいろとキャラクターがいろいろ紹介されていて、まあ。レントンの仲間たちがいろいろ紹介されるわけですよ。で、このレントンのしょう、レントンのつるんでいる仲間たちも、やっぱり。あの、とんでもない野郎ばっかなんで、麻薬漬け。<laughs> 普通に売春とかそういうのとものをする恐喝は当たり前強盗は当たり前もうダメな連中ばっかりの映画なのに普通不思議となんかワクワクしてゃるのがこの映画のすごいところであのまあ,あのこの「トレインスポッティング」っていう映画がこんなにあの わくわくとか要因がなんかいろいろ何かなってひもといてるとやっぱりこれと似た映画っていうのは過去にもやっぱり存在してるわけですよ、うん、はい、まあ、その映画っていうのがまああの時計時掛けのオレンジっていう映画ですよね、まあ、この時計時掛けのオレンジっていう映画も1971年に作られたまあイギリスの映画で、まあ、これもやイギリスの映画なんですよね、まあ、この、うん、時計時掛けのオレンジっていう映画もあの不良たちがメインになっていてその <laughs> はいまあえっと夜な夜な老人たちに暴行を加えたりとか 民家に押し入ってはそこに住んでいる女の人にまあ合間をしたりとかすするわけなんですよね、はいはい、そういったもう、ね、本当にしょうもないっていうかもうダメな連中たちが出てくるんですけれどもこの映画もすごいのが音楽の使い方なんですよね。と、はい、い,いうとあの例えばこの時計時間系のオレンジっていうのは前編に言わたりのクラシック音楽とかが流れたりとかするんですよね。 はいはい、このクラシック音楽例えばあのベートーベンの「大工」が流れたりとか <laughs>、はい、ウィリアム・テールが流れたりとかね、はい、まあ本当にガッチも名前聞いただけでんかすぐに <laughs>「ええ」って踊りたくなるような曲ばっかりですさすがに「バチがいすぎません? <laughs> 場違いの」バチ以外の音楽なんですけどそういった音楽が全編的に流れるわけなんですよねでこの「トレイスポッティング」っていう映画もあの、まあ、基本的にはイギー・ポップっていう人が作った 曲がだ大体メインに書かれていくんですけどところどころにカルメンっていう曲が流れたりするんですよね。カルメンっていうのはちょっとメロディーだけ聞いたら分かると思うんですけれどこの「タッ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 タララ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 っていう。わあ何か聞いたことありますこれねはい これバッチガイすぎましあね。あの <laughs> 結構明るい曲ですよね、これ。明るい曲,曲とか、大体そういう曲ばっかりか流れまよねだからあのと、とても不快なものを見ているっていう感覚にはあんまりなれないんですよね。お<ー>はい、だから,だからあの、汚い映像とかが流れても不思議と笑っちゃうんです。で、このトレイスポーティングで映画で最も印象的なものがトイレのシーンなんですよね。トイレトイレ 実はあのこの主人公のレントンっていうのはもう麻薬やりすぎてやりすぎてやりすぎて次他の麻薬を探しているとなんか座薬でがなんか麻薬の効果がある座薬を発見するんですよねでそれをまあもらって押しに入れるわけですよでそうするとあの便意を催してトイレに入るんですけれどもそのトイレが汚いんですよねもうだってあまりにも汚くてスコットランド一汚いトイレって書かれてますからねだから 壁もも便器も全部汚い,いそそト,トイレの水も全部汚いでその中でレントンはトイレをするんですよねでトイレをすると座薬、まあ、あも落ちるわけじゃないですか座薬、はい、どこ行った薬どこ行ったって言ってトイレの中に手を突っ込んで座薬を探すわけです <laughs>、まあ、汚いですよ、ねはい、で手を突っ込むんだけれどなぜかトイレの中に引きずり込まれていってなぜかいきなり、うん、と海の中に入るんですよね 海の中に入っていって,入って,いってで海の底に落ちてある座薬を拾ってトイレから起き上がると <laughs> どういう感じですこれはもうまさにあれ,あれですよねあの麻薬によって幻覚を見てるわけですよねで麻薬によって幻覚を見てるわけだからそ,のそ,ういうそういうトイレですらトイレの汚いトイレの中でもなんか幻を見てしまうわけですよあんなに汚いトイレですよ本当にそれを 海と勘違いそうそう海と,海というかなんか幻覚を見てしまったみたいな<ー>そういう夢空間みたいな感じのものとかあるわけですよ。であのまあもちろんこのレントンっていう男は、まあ、もちろんあの20代で、まあ、女性とかにも全然興味のある子ですから、はい、いろいろクラブとかにも行ってなんかいろいろ女の子とかを見つけたりとかするわけですよ。はい、でその時に見つけた女の子がダイアンっていう女の子で。 はい、このダイアンっていう女の子はあの結構すごい真面目な女の子で結構あの、はい、頭のいい女の子なんですけれども、まあはい、レントンとちょっとレントンのことを少し気に入ったようで <laughs> 一夜をとめすんで,ですよねで一夜と共にしてまあに遊ぶんですけれどもねでと,こところがこのレンダイアンっていう子はとっても頭のいい子なので普段は普通高,高校生なんですよね<ー>、はい、だから普通,に普通に制服として制服姿の彼女も登場しますわけですから。 だからレントンとは全く真逆の性格をした女の子なんですよ。はい、でそんな女の子と一緒に <laughs>、ね、そういう交際関係には発展するわけですからね。まあ、ある意味では信じられないって信じじらられれなないです、はい全然でこういったレントンのキャラクター以外にも他にもなんかすごい個性的なキャラクターが非常に多くて例えばレントンの友達を演じている、ま、の、えー、ユエンブレムナーっていう人が演じている、ま、スパットっていうキャラクターなんですけれども、はい、このスパットっていうキャラクターは。 あの見た目するとすっごいなんか変なチョコ顔でいかにも弱そうな感じの顔をしてるんですけれどもこのスパッとっていうやつも多分こいつが一番タチの悪いジャンキーかもしれないですね <laughs> あ一番ではないかなまあでも結構麻薬をやりまくってるやつであの結構やっぱり彼らも一応就職しようって思うわけですよあのこういう生活から足を洗ってちゃんとした気なでね普通真面目な生活を送ろうとする。 とするわけなんでいろいろしハローワークとかは職業の,あのところに行っての面接とか受けるわけなんですよね。はい、でその面接を受けるきに経歴書にあ経歴書というか履歴書に大,大学行ってないのに大学卒とか書いたりとか <laughs> 経歴詐称ですよね。完全に、はいで。そんな中で面接を受けようとしてあの面接官からいろいろ言われるわけですよね。はい、君は嘘の経歴を書いたのかって言ってそしたらすんなり認めて。 あ大学卒って帰った方がこの絵とかもできそうだしとか言って、はい、嘘の経歴を書いた子に対して全く悪びもない状態で「君はなぜこの仕事をしようと思ったの?」とか言ったら「楽しそうだからさ」とか「俺の,俺のか人の楽しみは俺の喜びさ」とかなんかけのわからないようなことを書いて適当に面接をごまかすんですよねで、まあ、当然落ちるわけですよ受 <laughs>、まあ、かるわけないよねこんなやつがだけどこのスパットがこの面接を受けるシーンが 結構割と評判が良くて結構見応えがあるシーンなんですよねでスパッとがな何か喋るたんびに場面が変わったりとかするんですよ<ー>、はい、でそういったユニークさが非常にあってこの面接のシーンもすごい滑稽でバカバカしいんですけれど演出とカット割りがかっこいいのでそのシーンもすごくなんか見応えがあって「まあ、トレースポースポッティング」の中でもこの面接のシーンっていうのはねあの いろんな人が真似したくなるシーンじゃないかなと思いますよ<ー>演出とかでだってテンポもすごくいいですしね、うん、見てみたら分かりますよ本当に。はに、い。というこう,そういうスパッドとかキャラクターもいてあと 一番最悪なやつがこのベグビーってやつなんですよね、まあ、これはロバート・カエライルっていう人が演じてるんですけれどもこのロバート・カエライルが演じるベグビーっていうのはほ、まあ、他のやつらに比べると、まあ、若干年は上なんですよねで年は上なんだけれども、はい、普通にうと強盗はするわ悪いことはするわみたいなやつらで,やつで普通に女かクラブとかで女見つけたらすぐやっちまうようなやつ。 <laughs> なんですけれども、ね、でそのねこのベグビーっていうやつはあ,のあまりにも結構女とかが大好きなもの女とかそういうものが大好きなものだから、えっと、女と思って <laughs> 一緒にトイレの中で車の中であの、まあ、そういうセックスをするんですけれどもそのセックスをした相手が実はオカマだったとかね <laughs> でそうするとベグビーがもう本当に本当に本当に怒って怒ってもう壁とか 殴ったり蹴誰がオカマとを寝るかって言ってくる <laughs> でし,かもしかもその時にちょうどあのそのクラブのシーンの時にちょうどあのレントンがいるわけなんですよでレントンはこのクラブのシーンでこう思っているわけですよね1000年後には性薄とかそういったものもなくなるだろうってだから1000年後には男,性男とか女とかそういう概念がなくなるだろうって思っていた矢先にレグビーがオカマと寝てオカマとやって蹴れるっていう <laughs> だから レントンが言ってたことがその声でもう一気にかき,かき消されたみたいな。<laughs> <laughs> レントンのこの思想を無駄にしてしまうシーンなんですけれどもだから結局は1,000年後になっても男とか女っていうのはずっと,ずっといるしまあ今はジェンダーフリーとかねまあそういったあのジェンダーレスとかねもうそういうあの性に対しておおらかにな,った年になってきてもまあこういう人間男性と女性がいる限り まあこういったもの多分買わないのではないかなって思いますけどね<ー>。って、はい、いうそういう本当にすごい連中ばっかりで,で、まあ、彼らラストにはねあの麻薬取引とかにもかかったりするわけですよ。<ー>麻薬取引ですごいなんかあの大金が得られる話商談を持ちかけられるわけですよね。ですごい2キロぐらいあるコカインを1万か2万ポンドぐらいで買ってくれるっていうあの麻薬の。 ディーラーラが現れるわけですよね、はい、でそのディーラーの話も仕掛けられてで結局すごい高いお金で、まあ、結局は1万2万円ではいかずに、まあ、1万6万六千ポンドで、まあ、そのコカインを売ったわけですけれどもその手に入れた1万6千六千ポンドを、まあ、仲間全員で山分けするっていう話になったんですけれども、はい、でもレントンは裏切るわけです 1>, <laughs> 1万6千ポンドを全部持ち切りにけするすんですよねうわー、はい 全部持ち逃げしてここのの映画は終終わわるるるんんでで <laughs> ですすよよなななか、はい、この続きを気にならせるような感じで終わるやり方 <laughs> このレントンがこの1万6000ポンドを持ってどうしたかっていう真面目に生活をするのかそれともはたまた堕落した毎日を送っていうのかもうそれはこの鳥居スポッティングで劇中では一切描かれてないんですけれども <laughs>、はい、でもこの主人公の今までの行動とかを見ているとレントンは絶対持ち逃げするだろうなってやっぱ思います。<ー> 正直言う,うと、レントンはこういうなんか汚れた仲間たちと関わるのはもう嫌だって思ってたわけなんですよね。<う>だからこういったやつらと縁を切らないと自分がだめになるって。て<う>、はい。多分ガッチもそういった経験は多分あったかもしれないですけどね。こ,ういうこの人と関わったらだめだっていうあ。ちょっとあったりなかったり。たりまああの今はなくても、もしかしたらいずれそういう出来事が起きるかもしれない。まあ、一番 なかったら一番ラッキーだけれどあ<ー>、はい、だからこういうところがあるわけですよだからあの、うん、っと友達だからとか友人だからというわけとか関係なくこの人と付き合ったら本当にまずいかもしれないって思ったらそれは潔く縁を切ると方が絶対自分のためにはなるとは思いますよあ<ー>、はい、それは別に人のためだからとか一緒にいるわけではなくて本当にそういう人と関わったらまずいからって駄目だからっていうことで縁を切ったってだからその、ね、本当に 自分、この1万6000ポンドがあったおかげで、その行動に踏み切れたわけですから。うんはい、だから、きしてレ連投の考えっていうのを取った行動っていうのは、実はあな,あながち間違っていないのかもしれない。そういったことを感じさせる映画でもあります。はい、<ー>というわけで、前半トレインスポッティングについてもお話をしました。えー、ここでですね、えー、前半に1曲を書きたいと思います。はい、えー、ロッシーニで泥棒笠崎です。よろしくお願いします。 Di Pitus nakat. FM コードで CM に入っておりますよし。後半はトレスポッティング2。まあ、んと続編。トレスポッティングの続編。T2 <Okay. S> って聞くと、スターミネーだったら、つを思い浮かぶかもしれない。<laughs> <あ>そっちの方ですね。あ <laughs> まあね、この T2 トレスポッティングは面白いんだよこれ。 その後ってことになる、ね。そう。にじ。きっかり二十年後。きっかり二十年後。うん。おっさんになった、あいつらがやってくるわけだ。 話せばわかるプロジェクト 9FM コ座から生放送でお送りします。はいえー、今週はですね、えー、トレースポッティングについていろいろと語っていきたいと思います。前半はですね、えー トレインスポッティングについてか,かったんですけれども、後半はです、ね、その続編となります T2 トレイスポッティングについてお話をしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。えというわけで、この T2 トレイスポッティングという映画なんですけれども、はい、今です、ね、この映画はただいま劇場で公開しておりまして、どういった内容なのかといいますとえ、前作トレイスポッティングから20年後の世界を描いております。20年後というわけですから、えあの時若かった彼らが、 おじさんになって登場すするわけです、はい、この間に主人公のユア・マクレーガーはオビワン・ケノービーになったりとかジェダイの騎士要するにジェダイの騎士になったわけですスター・ウォーズの、はい、<laughs> <う>人生何が起きるか分かりませんね本当にこれを聞いたらどこをどう通っていったら <laughs>、はい、あの役柄がここまで一気に変わる本当に人生は本当に何が起きるか分からないんですけれどもその間にロバート・カーライルは007で赤役を演じたりとかね <laughs> <laughs> はい、でそうですよ、イギリスを代表する映画にも出ちゃいましたけど、まあ、悪役ですけれども、悪役でも、はい、大抵007の悪役って、かっこいいじゃないですか、そうです大抵かっこいいわけですから、<laughs> 皆さん大出世したわけですよね、<laughs> かわいこの <laughs>、はい、ですよ、ねはい、で,ですが、この T2 トレースポッティングの中では、相変わらずだめなやつらなんですよね、はい、相変わらずだめ、<ー>犯罪はするわ、無所には入れられるわ、恐喝当たり前、売春当たり前。 麻薬当たり前っていう日々を送ってるわけですよ。<ー>はい、この T2 トレイスポッティングではですね、現実世界でおびやんけの帯になってもトレインスポッティングの世界ではいつまでも変わらないわけですよ。<ー>はい、というふうに考えての,の T2 トレイスポッティングという映画なんですけれども、はいえー、この T2 トレイスポッティングという映画は、はいえー前、前作で大金を持ち逃げしたレントンが再びスコットランドにやってくるわけです。でその間彼らは一体、レントンは何をしていたかというと、 ストックホルムで真面目に仕事をしていたわけなんですけれどもある時母親がの訃報を聞いて地元に戻るわけなんですよね。はい、地元に戻るとあの時一緒に麻薬の取引をしたやつらがまだスコットランドに住んでるわけですよ。かた <laughs>、はいまあ、や子どもを産んで父親になったかと思ったら離婚協議の真っ最中だったりとかあと相変わらず恐喝を行っていったりとか。 恐喝と,と,とかそういうの当たり前のやつもいれば銀行を強盗して服役中のやつも出てくるわけですよ。まあ、そういった連中も相変わらず駄目な連中ばかりなんですけれどもでもこのトレスポッティング T2 トレスポッティングはもう本当に本当になんか老いたっていうような描写をすご,くすごく表すようなシーンが非常に多くて結構前作の回想シーンとかが多いわけですよ。あの時,あのあの時自分たちはこうしてたなっていうシーンも非常に多いしあと 20年前とかは病気に全然無縁だったのに心臓の手術を受けたとかねあ<ー>、まあ、そういったなんか本当に年を取っ,て取ったら起こりえそうなものが結構頻繁に描かれてるわけですよいっぱい出てか描かれていってだから見ていてすごい生々しいなっていう印象をやっぱ受けたんですよねしかもまた演出も演出ですごくて前半はもうとにかく迫力あるなんか 前面になんかパワフルな映像が全面に出てきたんですけれども T2 になると割と落ち着いた映像になるんですよねはいかまるでほ、うんとに年を取った彼らをなんか証言しているかのような演出の作りになってるんですよねでもでもやっぱり彼らはやっぱりあの,あの時の若さの,ととの気持ちはまだまだあるわけですからところどころに、ね、やっぱり無茶とかしたりするわけですよね <laughs> で,でそういう時はやっぱりカメラも同じようになんか 動きが激しくなったりとかするわけですよね<ー>、はい、でもやっぱ基本的にはもう本当に落ち着いたような映像になっているで本当に彼らはもう本当に年を取っておるわけですからねあのもう本当にいろいろあるわけですよね <laughs> もうなんかもうねこんな年になってもいまだこんな生活を送ってるのかって,って思ったわけですけれどもでもいい意味で期待を裏切ってくれはしませんでしたよねだっ,だって彼らが真面目に生活をしているっていうのは正直 1一作目を見てる人からにしたらありえないわけですからね <laughs> <laughs>、はい。で、本当に普通に1作目であんなにやんちゃだったような奴らが20年後には弁護士になってるとか会計士になってるとかそういったことはまあ,ありえないわけですよ。まあ、これはね漫画とか、漫画とかだったらありえるかもしれないですけれどもね。で、あ,<ー>あの まあでも実際に不良から弁護士主になったって人は本当にいくらでもいますからねでも彼らの選択した道の中ではそれを道もまあ,あったかもしれないけれどもやっぱり堕落した生活の方をやっぱり彼らはするわけですやっぱりあの,あの時の感覚が抜き出せずにいるんですよねだから成長してないって言えば成長してないっていうわけなんですけれどもでこの T2 トレスポッティングっていう映画はもう本当にね前作の 人たちがもうこぞって出てるしまた前作で監督を務めたダニー・ボイルが再び続投しておりますしまたそれ以外にも音楽を務めてた人とか脚本を書いた人とかがほとんど集結してるんですよね。 だもう同窓会みたいな感じ、はい、で前作であの脇を固めた人たちもたくさん出てきますしで特にあの前,半前作であのレントンの恋人役を演じたあのダイアン、まあ、これはです、ね、ケリー・マクドナルドっていう人が演じてるんですけれどもその時のケリー・マクドナルドがまた同じ役で出てくるんですよね<ー>、はい、で,でも彼女の絵描けたがすごくて彼女の20年後は弁護士になってるんですよね <laughs> そそそのまま進んでううあのあの時高校の,との時にすごく真面目な生活を送っていたからそれがちゃんとかわれてるわけですよね。<ー>はい、ちゃんと弁護士としてと、うん、登場してあのちょっとレントンたちを助けるっていういや役で登場するんですよね。<laughs> でその時にやんちゃではしゃいでいたダイアンもほんすごく落ち着いたなんか大人の女になって。なんか 大人の魅力を威力をを、まあ、醸し出し出てるんですよねもう弁護士になっても,なっても大人になってもやっぱりどこかしらレンとダイアンの雰囲気は出していったわけですよ。<ー>でもなんかあのね見ててちょっと悲しくなりましたよね。<laughs> 自分たちは、ね、本当にねあと恐喝とかいまだにやってるのに <laughs> ダイアンは弁護士なのかみたいな。 なんかそういう悲しさはあったんですけれどもあ<ー>まあでもまあ,あのそれは彼らが選んだ道だったらまあそれはそれで仕方がないのかなって思ってますで、うん、でもこの「T2 トレスポッティング」っていう映画はあの、ね「T2 トレスポッティング」を単体で見ることはまあおすすめはできません絶対に前作を見てからこの「T2 トレスポッティング」は見た方がいいですじゃないと じゃないとこの T2 とレスポッティングの面白さは多分半分も分からないと思いますね。何、うん、なの何なのっていうことになって逆に分からないかもしれない。<ー>はい、だから前作を見ていくことはもう必須でもうどうしてもこの映画が気になったっていう方がいたらもう前作を見ることはもう強くお勧めします。っていうか前作を見ないと本当にダメですね。本当にだって本当につながってるから。<laughs> なんかこのの年後っていうのがね 時間っていうのがいかに恐ろしいのかっていうのがこの映画を見てて改めて分かりますよ。うん、だからその,、ね、あの20年っていうのは本当に短いようで長いようで短いわけですからねだから、まあ、短いようで長いって感じる人も中にはいるかもしれないですけれどもこの20年間で自分たちがどう過ごしていくのかっていうのがねこの映画で描かれてるのでねだからもうじ人生のバイブルにしてもいいんじゃないかな。でこういうい大人な ならないようにこの映画を見てしっかり学ぶわけですね。だけれど、うん、とその前作でそういったダメな若者たちをしっかりと見た上でこで20年後の彼らを見るとあこういう生活して当然なんだなっていうふうに感じるわけですから。Oh. はいまあ、でもねそれでもこういう生活に憧れるんだったらまあそれはそれで、まあ、よくはないけれど私は止めもしないとい,いうところですね。はいえー、というわけで 後半もトレイスポッティング2についていろいろと語ったわけですけれどもここでですね後半の1曲を書きたいと思いますアンンダーワーーワルドででボーンスリッピーです。 話せばわかるプロジェクト9。いよいよエンディングの時間がやってまいりました。はい、え、ここでですね、はいえ、ツイキャスが来ておりますので読み上げたいと思います。はい、え、ラジオネーム、えル,ドルドルフさんですねル。ルドルフさん、ありがとうございます。はい、最高バワン。シン・イン・ザ・レイン。傘を持って踊りますね。はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、とですね、実はですね、この番組で、オープニングでですね、 雨に歌えば流しましたのでそれに関しての G キャスですねはい今更になって読み上げてしまいまして本当にごめんなさい。はい、ルドローさんありがとうございます、はい、というわけでこの「雨に歌えば」っていう曲なんですけれども大体いい雨とかに降っているとでこの曲を聴くと大体テンションが上がる時もあれば。 すごいひどい土砂降りの時にこの曲が流れると逆にイライラしてしまうって人もまあ中には出てくることはまあ,まあ,あるかもしれないですけれどもまあこの「雨に歌えば」っていう映画は本当にこれ1952年に作られたまあ映画のまあ名作で,でしてまあこの歌を歌いながらまあジーン・ケリーっていうまあ昔の往年のハリウッドスターがまあ歌ってるわけですよ。この傘を差しながらまあタップダンスをするわけですね。でタップダンスを踊ってるとに警官に見られて「何やってんだ君」みたいな目で見られてまあその場 ま後にするっていう。まあお家なんですけれども、まこの雨に歌えばっていう映画は本当にもうハリウッドを代表する。もうミュージカル映画の名作として知られている作品なので、ま本当にいろんなところでまレンタルされている映画ですので、ま是非レンタルして見てみてください。はい、はい、またルドロフさんが来ております。 米採用またですね、ルドルフさん、また来週この番組を見てくださいましたら、いろいろとつぶやいていただきますよ。よろしくお願いします。本当に何点もいいですので、まあ、映画に関することとかでもつぶやいても結構ですので、まあ、映画以外の話でも全,全然 OK ですので、ぜひいろいろとお願いします。はい、えというわけでも,も、話せば分かるいプロジェクト内ももうそろそろもうエンディングの時間なんですけれども、はいえー、ガッチーさん。 はい、はい、えー、今日はトレイスポッティングについて、お話をしましたが、はい、トレイスポッティング見たくなりましたか?。とりあえず。うん。なんだろう、あの。はい、なんて言えばいいんだろうな、これ反面教師用として、見るのありなのかもな。そうですね、すねまあ、反面教師ですね、本当に、そういう、ことで見ること、ことは、普通にかもしれない。まあ、この映画は、本当になんか、暗い映画ではないからね、基本的に。あのー、<ー>まあ、一応、題材は暗いけれど、描き方が、全く暗くないから、すごく。 明るるい気分で見れる映画だからだから意外とすんなりと感情移入というか物語に入り込みやすいかもしれないですけれどもでもその映画で描かれていることっていうのは結構現実的だし訴えかけてくるものは非常に強い部分がありますからだからあの見ていて心に残りやすい映画なのではないのかなってやっぱり思いますよ「トレースポッティング」っていうのは<ー>もう今から20年以上も前に作られた映画なんですけれども。 全くその輝きを色あせることもなく本当にあの青春映画青春映画といってもいいでしょうね青春映画の名作としていまだに語り続けられているわけですからまあこのトレン・スポッティングっていう映画2017年になっても,もういろんな人に見ていく映画となっていくことでしょうまあ続編もできたわけですからまあこの1と2 見た人にとってどう受け止められるかが非常に気になるところです。はい、この T2 ト,<ー>トリスポッティングは、まあ、現在、劇場で公開絶賛公開中ですので、まあ、皆さん、ぜひ見てみてください。春そばからプロジェクトに残すところもいよいよあと30秒になりました。はい、来週もですね私、上拓也が、まあ、あ皆さんと一緒におつき,き合いをさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はいえー そうですね、まあ、来,週再来週はまあゴールデンウィークとなりますね。まあ、来週はですね、まあ、ゴールデンウィークにまあおすすめしたい映画っていうのをちょっと紹介したいなと思います。まあ、できたらおすすめしたい本もちょっと1冊ちょっとあるんですけれどもそれにもお話ししようかなと思います。では皆さんさようなら。ありがとうございました。